大原玲子さんがギラン、バレー症候群に倒れた時、彼女がどれほどの苦痛と戦っていたのか知っていますか？今回の動画では、日本の芸能界でひときわ輝きを放った大原玲子さんの生涯に迫ります。彼女がどのようにしてスターの座を勝ち取り、多くの困難を乗り越えてきたのか、その裏側を掘り下げていきます。華やかなキャリアの裏には、数々の病気や健康問題との戦いがありました。1975年に発症した離乱、バレー症候群、そして1990年代に発覚した乳がんは、彼女の人生に大きな影響を与えました。さらに、彼女が晩年に抱えた孤独や、経済的な困難についても触れていきます。病気や整形手術の失敗が、どのように彼女の精神状態を蝕んでいったのか。そして、2009年に自宅でひっそりと息を引き取った、彼女の最後の瞬間までを追います。この動画を通じて、大原玲子さんがどのようにして数々の試練を乗り越え、再び舞台に立つ姿勢を保ち続けたのか、その真実に迫ります。彼女の生涯を振り返りながら、彼女がどれほど多くの人々に愛され、尊敬されていたのかを知ることでしょう。どうぞ最後までお楽しみください。それでは、大原玲子さんの幼少期と家族関係についてから始めましょう。大原玲子さんの人生は、幼少期から波乱万丈でした。彼女が8歳の時、父親の浮気が原因で両親が離婚し、大原さんは母親に引き取られました。弟は父親に引き取られましたが、大原さんは弟に会いたい一心で毎週のように家を訪ねました。この訪問は、大原さんにとって家族の絆を保つための重要な時間だったのでしょう。母親もまた、大原さんに対して深い愛情を注ぎました。経済的に苦しい中でも、大原さんをバレエ教室に通わせ、その才能を伸ばすために尽力しました。大原さんが女優を目指したのも、母親に恩返しをしたいという強い思いからでした。母親の愛情と支えが、大原さんの夢を追う原動力となったのです。しかし、大原さんの心には常に父親の存在が影を落としていました。彼女は異性に対して、無意識に父親像を求めるようになり、自身でファザコンと認めていました。この父親への思いは、彼女の恋愛観や対人関係にも大きな影響を与えました。大原さんは幼少期から非常に強い性格を持っていました。喧嘩が強く、気が短い一方で、一度決めたことはすぐに行動に移す頼りがいのある性格でした。これが大人になってからの彼女のキャリアに大きく影響しました。女優としての活動においても、台本のセリフを勝手に書き換えることがあり、そのために脚本家や演出家と口論になることもたびたびありました。このような行動が原因で、仕事のオファーがなくなることも一時的にありました。彼女のこの強い性格は、成長してからも変わりませんでした。六本木のイタリア料理店キャンティを拠点にした、六本木野獣会というグループに参加し、東京放映の社長、大野忠さんにスカウトされて芸能界に足を踏み入れることになります。1964年には NHK の新人オーディションに合格し、テレビドラマでデビューしました。このデビューが彼女のキャリアの始まりであり、その後も多くの映画やドラマで活躍することとなります。彼女の幼少期と家族関係は、その後の人生に大きな影響を与えました。母親の愛情と支え、父親への思い、そして強い性格が、大原玲子という女優を形作ったのです。このような背景を持つ大原さんが、どのようにして芸能界で成功を収めていったのかは、彼女の人生を深く理解するための重要な鍵となります。次は大原玲子さんの芸能界への道と成功についてです。大原玲子さんの芸能界への道のりは、その個性的なキャラクターと強い意志によって彩られています。彼女が芸能界に入るきっかけとなったのは、六本木のイタリア料理店キャンティで形成された、六本木野獣会というグループへの参加でした。このグループは、当時の芸能人や文化人が集まる場所であり、大原さんもその一員として活動していました。大原さんは、東京放映の社長である大野忠さんにスカウトされ、1964年に NHK の新人オーディションに合格します。このオーディション合格により、彼女はテレビドラマでデビューし、その後すぐに多くのドラマや映画に出演することなります。彼女のデビュー作は、NHK の連続テレビ小説夢仙台日記であり、これが彼女の名前を世間に広めるきっかけとなりました。彼女は、その後も様々な役柄を演じることで、幅広い演技力を見せつけました。特に印象的なのは、1966年に公開された映画日本一の男の中の男や、1967年の映画日本一の色男など、
東映の人気シリーズに出演したことです。これらの作品での彼女の演技は多くの観客に深い印象を与え、彼女の名声を一層高めることになりました。また大原さんの独特の存在感と美貌は多くのファンを魅了しました。彼女の特徴的な声と表情は他の女優とは一線を画し、彼女ならではの個性を際立たせました。このような彼女の魅力は数々の CM 出演にもつながり、彼女は一躍人気女優となりました。1970年代には彼女のキャリアはさらに飛躍しました。特に1974年に公開された映画砂の器での演技は彼女の女優としての評価を確立する一作となりました。この映画は当時の社会問題をテーマにしており、大原さんの演技はそのテーマを見事に表現しました。彼女の演技は観客だけでなく多くの監督やプロデューサーからも高く評価されました。これにより彼女は多くの主演作を抱えることになり、その後も数々の名作に出演し続けました。彼女のキャリアの中で特筆すべき作品には、男はつらいよシリーズやテレビドラマ熱中時代などが挙げられます。大原玲子さんの芸能界での成功は彼女の努力と才能によるものです。彼女は自らの演技力を磨き続け、多くの役柄に挑戦しました。その結果彼女は日本の映画史に残る名女優となり、多くのファンに愛され続けました。このような彼女の成功の背景には、彼女の強い意志と個性的なキャラクターがあったことがうかがえます。次は大原玲子さんの病気と健康問題についてです。大原玲子さんの人生には数々の病気と健康問題がつきまといました。1975年、彼女はギラン・バレー症候群を発症しました。この病気は急性の神経障害であり、全身の筋力低下や麻痺を引き起こす深刻なものでした。当時彼女は多忙な女優業を続けており、病気の発症はその活動に大きな影響を及ぼしました。彼女はドラマ出演を休止せざるを得ず、治療とリハビリに専念しました。この病気からの回復には時間がかかりましたが、大原さんは強い意志でリハビリを続け、ついに復帰を果たしました。しかし彼女の健康問題はこれで終わりではありませんでした。1990年代には乳がんが発覚し、手術を受けることになります。この手術は成功し、一時的に彼女は健康を取り戻したかのように見えましたが、その後も定期的な検査と治療を続ける必要がありました。さらに大原さんは顔の整形手術を受けることになります。彼女はもともと美貌で知られていましたが、年を重ねるごとにその美しさを保つためのプレッシャーも大きかったのでしょう。しかしこの整形手術は思わぬ結果を招くことになりました。手術が失敗し、その後再手術を受けることになります。この一連の整形手術は彼女の心身に大きな負担を与えることになりました。こうした病気や手術による影響で大原さんの精神状態は不安定になりがちでした。彼女は時折友人や知人に長電話をかけ、心の内を打ち明けることもありました。特に女優仲間である浅尾カルリコさんに対しては不平だらけの長電話をかけたこともあり、後に浅岡さんはもっとちゃんと受け止めるべきだったと後悔の念を語っています。大原さんの病気や健康問題は彼女のキャリアにも影を落としました。彼女は数々のドラマや映画に出演し、その演技力で多くのファンを魅了しましたが、健康問題が原因で出演を見合わせることも多々ありました。それでも彼女は一度舞台に立てば全力で演技をする姿勢を崩さず、そのプロフェッショナリズムに対しては多くの共演者やスタッフからも尊敬の念を抱かれていました。彼女の病気と健康問題は彼女自身の強さと脆さを同時に映し出すものでした。多くの困難を乗り越え再び舞台に立つ姿はファンにとっても感動的なものでありました。病気と戦いながらもその美しさと演技力を保ち続けた大原玲子さんの姿は今なお多くの人々の記憶に残り続けています。最後は大原玲子さんの晩年の孤独と死についてです。大原玲子さんの晩年は孤独との戦いの日々でした。彼女は多くの友人や女優仲間と絶縁し、孤独な生活を送るようになりました。その原因の一つは彼女の気難しい性格や厳しい仕事への姿勢にあったとされています。彼女は自身の演技や仕事に対する強いこだわりから時折共演者やスタッフと衝突することがありました。そのため多くの人々と距離を置くようになり、次第に孤立していきました。さらに彼女の経済的状況も悪化しました。病気や手術の費用がかさみ、彼女の財産は減少していきました。これにより彼女は生活費を稼ぐためにリハビリを続けながらも、
仕事を続ける必要がありました。しかし健康状態が優れない中での仕事は非常に厳しく、彼女の体力と精神力を大きく消耗させました。彼女の孤独は次第に深刻な問題となっていきました。友人や知人と連絡を取ることも少なくなり、一人で過ごす時間が増えました。彼女は自身の状況について誰にも相談することなく、全てを抱え込んでいたと言われています。その孤独感は彼女の精神的な健康にも大きな影響を与えました。2009年8月、大原玲子さんは自宅で亡くなっているのが発見されました。彼女の遺体は自宅の浴室で見つかり、死後数日が経過していました。彼女の死因は自殺や他殺の可能性が否定され、自然死と判断されましたが、その正確な原因については明らかにされていません。彼女の死は多くのファンや関係者にとって大きな衝撃となりました。彼女の葬儀は静かに執り行われました。多くのファンや友人が彼女の死を悼み、その生涯を振り返りました。彼女の孤独な晩年と突然の死は、多くの人々にとって忘れられない出来事となり、その影響は今なお続いています。彼女の死後、彼女の自宅は遺品整理のために訪れた関係者によって整理されました。そこには、多くの思い出の品々や、彼女が最後まで大切にしていたものが残されていました。これらの遺品は、彼女の生きた証として、多くの人々の記憶に残ることとなりました。大原玲子さんの晩年の孤独と死は、彼女の人生の最後を象徴するものであり、彼女の全人生を通じて感じられた孤独感が最も強く現れた時期でありました。彼女の死を悼む声は今もなお多く、その功績とともに語り継がれています。最後までご覧いただきありがとうございます。大原玲子さんの波乱万丈な人生と、晩年の孤独や経済的困難について詳しくお伝えしました。彼女の華やかなキャリアの裏に隠された苦悩や闘病生活は、多くの人々にとって衝撃的であり、感動的なものでした。この動画を通して、大原玲子さんの人間性やその強さ、そして彼女が直面した多くの困難について、少しでも理解していただけたなら幸いです。彼女がどれほどの困難を乗り越え、その中でどのように生き続けたのかを知ることで、私たちもまた、彼女から多くを学ぶことができるのではないでしょうか。視聴後の皆さんの感想や意見をぜひコメント欄にお寄せください。大原玲子さんのどのエピソードが特に印象に残ったのか、また彼女に対する思い出などもお聞かせいただけると嬉しいです。皆さんのコメントを通じて彼女の偉大さやその影響力をさらに共有していければと思っています。次回の動画でも興味深い話題や知られざるエピソードをお届けしていきますので、チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。これからも皆さんと共に、様々な人物の人生に迫っていきたいと思います。今回の動画が皆さんにとって有意義な時間となったならば、私たちにとってもそれ以上の喜びはありません。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。